はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、10月28日金曜日にアップデートパッチが配られました。これはついに、レンダーシアに行けるようになったのではと思ったんですけども、まだでした。まだね、レンダーシアに行く船には乗れないみたいですね。中止してるのだ。はい。やっぱり、レンダーシアに行くのは春頃になるんでしょうかね。で、今回のアップデートパッチで、いくつかのバグが修正されたみたいです。そして、その中でも嬉しい変更点があったので、それを一つ紹介したいと思います。それでは、フィールドに飛んできました。今回のアップデートで嬉しい修正がありました。その修正っていうのが、あった。フィールドにキラキラが落ちてますよね。このキラキラって、もう本当に真上に立って取らないと取れなかったじゃないですか。それが、取れる距離が若干増えました。うん。ある程度横にいても、アイテムを取れるようになったんですよね。これは結構嬉しい修正ではないでしょうか。本当取るのがね、たまにストレスになってることがあったんだよね。でもこれある程度横からでも取れるようになったので、これは嬉しい修正ではないでしょうか。これナイスだよ。そしてあと2ついい修正が来てるみたいです。その1つ目がこれ。カメラですね。カメラの速度が、上がりましたよっていうことですね。実際、アップデート前は、どれぐらいの速度だったかっていうのは、覚えてないんですよ。でも別に俺は、不便に思ったことがなかったので、あんまり気づきません。うん、不便だなーって思ってた人は、気づくんじゃないかな。俺はそんなに、前からこれぐらいじゃないっていうふうに思いましたね。でも、速さは変わってるみたいです。そして、もう一つ。重要な、アップデートパッチ。それが、必殺技を打つときとかに、ムービーが差し込まれますよね。それが、画像が荒かったんですよね。その荒い画像が、良くなった、ということです。実際、プレステ版では、そこまで荒くなかったんですよ。でも、スイッチ版はね、確か荒いっていう話を聞いたので、スイッチ版に、結構いい修正が入ったのではないでしょうか。やっぱりね、必殺技が見たい時あるんだよね。かっこいい必殺技とか。その時にちょっと荒かったりするとがっかりするんで、まあ、その画像の修正っていうのは良かったんではないでしょうか。はい、ということで今日は期待のアップデートパッチが来たんですけども、まさかのレンダーシアにはまだ行けないっていうやつですね。早く行きたい。本当に。この第2章の話、俺結構好きだったんですよね。今オンラインやってて、3章までクリアしたんですけども、2章の話はなかなか面白かった。で、おそらく、仲間増えるんじゃない?だと思うんだけども、まあちょっとネタバレになるかもしれないので、そこまでは言わないんですけども、仲間が増えるような気がする。それがすごく楽しみですし、多分レベルが90ぐらいまでは解放されるかな?新しいダンジョンとかも出てくるので、いや、次のね、アップデートほんと楽しみです。でも、春って言われてるので、おそらく3月とか、春休み前とかに差し込まれるのではないでしょうか。で、オンラインが、今6章まで出てて、まだまだ出る話なんですよね。なので、これ完結するまでに3年とか、いや、もっとかかるかもしれないね。うん。まだまだドラクエ10オフライン、楽しんでいけそうです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。